ブルーアイズホワイトドラゴン。スターターボックスで登場した、強人、無敵、最強、ナシカリ属性、ドラゴン属モンスター。遊戯王の看板とも言えるモンスターで、カードのイラストも種類が多く、スターターボックスに収録された、原作イラストのものから始まり、エクストラに収録された、新規イラストと続き、デュエリストレガシーボリューム2など、第3期以降に収録されたイラスト、週刊少年ジャンプ、2003年、3、4合併号付属カードのイラスト、アニバーサリーパックに収録された、高橋和樹先生書き下ろしイラスト、V ジャンプ、2013年7月号収録の、こちらも書き下ろしイラスト、2016年4月21日発売、ジャンプ流ボリューム8、海馬と共に描かれているプロモカード、2016年4月23日から実施されていた、劇場版公開記念、ここ一番や、遊戯王コラボキャンペーンカード、そして、ヒストリーアーカイブコレクションに収録された、最新のイラストを含めた9種類がある。原作がそうであったように、このカードの強さは、遊戯王における一つの基準となっており、現在も特殊な例を除き、通常モンスターとしては、このカードの攻撃力、レベルは超えられていない。生贄召喚が登場した、エキスパートルールの制定以降、長く不遇の時代を過ごしたが、青き目の乙女などのサポートカードも増え、劇場版遊戯王連動企画として、V ジャンプ、2016年1月号に付属したカード、青き目の巫女から、第9期にして、ブルーアイズがカテゴリ化されたことで、現在も、最強の竜は強化され続けている、社長もさぞ大喜びであろう。初登場は原作第9話、牙を持つカード。4枚しか出回っていないカードと言われ、これについては、あまりの強さのために、すぐ生産中止となった、と説明されているが、4枚しか生産されていない、と明言されたのは、アニメ版の設定であり、原作では、海馬が見つけた所有者が、世界で4人とされている。海馬が1枚破り捨てたので、現在は、海馬が所有する3枚のみとなってしまった。バンダイ版のカード名は、漢字違いで表記され、原作でも初登場時は、龍の字が別のものとなっており、見慣れたブルーアイズホワイトドラゴンとなるのは、単行本でも4巻以降となる、